裸岩シメは、甲骨魚類の分類群の一つ。裸岩カと外オリイワ岩カの二科で構成され、35族246種からなる。含まれるすべての種類は、深海魚で、特に裸岩シの仲間は、数、種類ともに豊富であり、深海の生態系において、重要な位置を占めている。裸ワシの魚類は、全世界の洋に分布し、 水深200メートル以上の深海を主な生息域とする。水深200から1000メートルの中層に住む深海魚としては、鬼肌家族の魚類と並び、種類、数の両面で支配的である。大型深海生物の食料として、食物連鎖で重要な地位を占めるほか、夜間に餌を求めて海面近くまで浮上する行動を通じて、 旋海の有機物を深海に運ぶ役割をも、担っている。裸岩しめはかつて姫目に含められていたが、エラ周囲の筋肉の付き方が異なること、上のドエラ骨を持つことなどから区別され、現在は単独の目として扱われている。体は、左右に平べったく側平たし、口は大きい。油びれを持つ。資源量は莫大であるが、深海で浮力を得るために体には、 水分、脂肪分が多く、食用として利用されることは、ほとんどない。裸岩脂目は、裸岩鹿と外ワ岩鹿の2カ35属246種で構成される。含まれる種の大半は、裸岩鹿であり、外ワ岩鹿はごく少数である。外織岩シ尻びれと背びれの間隔は、離れている。 ソトーリーはシカネオスカペレデーは三族六種からなる。太平洋、インド洋、大西洋に分布する。尻びれの騎士部は背びれよりもずっと後方にある。ソトーリーは種族のみ発光器を持ち、黒ゴイは種族は浮袋を持つ。体長は最大で30センチメートル程度。玉裸。尻びれの前端は背びれの後端とほぼ同じ位置にある五甲裸。 温暖な海の深海に生息する種類で、体長は8センチメートルほどになる。アラハハダダカカイワシカマイクティファイデイは32属240種で構成される。北極海、南極海を含む全世界の海洋に分布する。尻びれの喫部は背びれの直下かすぐ後ろに位置する。ほとんどの種類は浮き袋を持つ。一種を除き発光器を持ち。 体側面や頭部に海上あるいは列状に配置される。裸界はシアカおよび、ンパに口に赤のに赤に細分されることもある。体長は数センチメートル20センチメートル。ありがとうございます。